さんこんばんは。今日もとってもかわいい。亀の大群を見たとさ。今日も童謡をメドレーにしてお届けいたします。どんな動物が出てくるかな。みんなもいろんなイメージをして楽しく聞いてくださいね。いつも楽しいサプライズをご用意しております。明日もどんな楽しい話が聞けるかな。こぎつねこく山の中草の実つぶしてごちそうしたらもみじのかんざし次の串子供たちと楽しみながら、あらかわいいわね、褒めて伸ばす、できるわよ、その調子、それでいいのよ、という声掛けをしてあげることはとっても大きな自信になります。誰でも褒められるとまた頑張ろうと思います。先生もまだまだ 100% 完璧ではありませんが、誰でも自信を持つ言葉をかけてもらうとまた頑張ろうと思います。できるよ、これでいいのよ、難しくないのよ。最近ヘ音記号が難しい、この曲難しいわという声をよく聞きますが、できるじゃない、あらそれでいいのよ、できたわね、という
励ましてあげることで、また頑張ろうと思ってくれると信じております。生徒の力を信じて伸ばす。できないからピアノはつまらないわではとっても残念だと思いますが、できたじゃない、フラット一つの曲もちゃんと弾けてるわよ、大丈夫よ、それでいいのよ、という声掛けをしてあげることで、ますます子どもたちも頑張ろうと思ってくれると思っております。明日は楽しい嬉しい入学式です。それではまた。あら、リンが3つで三輪車。もちはもちでも、しりもち。とりはとりでも、しりとり。メロディーしりとり。今日も楽しくメロディーしりとりをして楽しみました。ドレミミソドドミレドドソド、何でもいいんです。楽しく歌いながら弾くことで聞く能力もついてきます。絶対音感は6歳くらいから徐々に身につきます。どんどんドレミの音名で歌いながら弾いてくださいね。それではにらめっこしましょう。あっぷっぷ、笑うと負けよ。あっぷっぷ、だるまさんが転んだ。子供たちの集中力を維持するためには、だるまさんが転んだ。最初はグー、あじゃんけんぽん、生まれたて、あ、6歳、12歳、など、遊びながら学ぶことも大切になってきます。の。